これって喉痛めるって言わん。え、ならんってしてれば治る。え、それなんか喉痛めるって聞いた。嘘、私これで逆に良くなるんだけど、うん、本当おかしいって。おはようございます。そらバナナ好きだよ。バナナバナナヤッホー。たくあんかと思った。確かに黄色だからか。朝たくあん、うん、でもたくあん美味しいよ、ね。はいよ。メンバーの少量を見ることは、え、ありますあります、全然あります。うん、これ寝起きだから。寝起きでもないけど、もう1時間以上経ってるけど、起きてから。おはよう。間違って男女読もうとしてしまった。ギフト読もうとしてた。寝起きてる。ばちゃんは今日5時半ん何時だろう、6時ぐらいからアラーム鳴ってた気がする。そうよ。それが配信始めて。違うよ、それは、うん、先に寝落ちしたからアラームしてるかなって見たら、うん、あのロック画面でアラームできない人だったから、うんうん、代わりにつけたろうと思ってつけた。あ、なるほどね。だから5時半に起きとったやつ。あ、自分のためじゃないよ。6時に起きるんかと思った。うん、みそちゃんもアラームかかっとるかわからんかったからかけといた。え、昨日はさ、マジで覚えてないんだけど。え、もうお風呂、え、そらパセがお風呂に入ってる時点でもう記憶がのうのうとしてた。でも、うん、いや、起きとかんといけんと思って、ね、起きとかんといけんと思って頑張って目を開けとったやん、うん、でちょうどその時のテレビが、うん、なんかね、なんかトイレのなんかトイレ特集ね、トイレ特集しとって、それ頑張って見よったやん。でなんか変わっとるわと思いながら見よったよね、うんうん、でそっからが覚えてない。起きてから私お風呂上がったら寝てたよ。え、でも起きてたよ、ちょっと喋ってるね。いや、寝るときに喋った。え、パちゃん出てきた瞬間覚えてるよ。お風呂上がって、もう上がったのって。あ、そうそう、上がってきて早っと思ったよ。え、パセがドライヤーしてるとき振り向いたら白目向いてた。寝てた。生きてた？寝てた寝てた。寝てた。おはよう。あ、ほう。うん、半目じゃなくて白目だったの？え、黒目だった。一緒だよ。おはようございます。白目だったらしい。悲しい。もう半目通り越して白目。そんなところも愛してください。睡魔がマックスなので寝ます。おはやすみ。お疲れ様。夜勤かな。お疲れ様。また今日は夜はできない気がするので、明日かな。また明日会いましょう。明日は絶対みんな可愛い髪型だよ、夜配信浴衣やけん。確かに。ねえ、何しよっかな。今年は前髪上げとパちゃんの時にツインテールした。2回しか着てないかな今年。何しよう、うん、そうかも。おはよう。季節に近い。季節してたのかな。お団子定番だよね。高めツインテールよかった。イエーイ。また気が向いたらしますね。気が向いた。高めツインはね、あのね、去年の大阪のお話し会ぶりにした。5月あれ、うん、5月。そらは夜配信は、うん、できないと思う。できそうでできないって感じだよ。うん、なんかもうって言ったら1分できそうかできないかぐらい。明日かな、明日のお昼かな。今日の髪型まだ決めてないけど、うんと、ハーフアップにしようかなと思ってるよ。編み込みね、決めてるやん。え、また値上げや。え、らしいよ、さっきコメントで言った。雪見大福値上げやん。え、しかもあれらしい、吉野家もう値上げらしい、うん、あ、そうなん。コメントであった。ええー、でも元が安いけん、うん、でもさ、元が安いけどさ、もうあと10年後とかにはさ、もう800円じゃ普通になるかもしれんよ。波盛りが800円。高くなっちゃう。くしゃみしてしまった。なんなん、うん、くしゃみしちゃったやん。
配信だけじゃ嬉しいって決めてたの。そうなの、うん、おはよう。知らないうちにうまい棒、え、12円とか、え、12円とかじゃないってこと、うん、うまい棒、うん、おはよう。12円か、うまい棒ね。うまい棒12円。でも子供買えちゃうからね。子供もスマホとか持っとるからな。強いよ。楽しんできますよ。かまちゃんさんありがとう。行ってくるぜ。プリンさんありがとう。あと、あと何だろうな、値上げ。100均とかもいいね。私が見てる100均は105円なんだよね。私も105円だった。でも103円とかもあったんだよね。確かに105円だって切りよくていいねって思って、で計算しやすいとか思ったら、そこ108円だった。で今110円だよ、うん、食べ物が108円だっけ、うん、で雑貨とかは110円、スーパーも108円。ねね、みんな、どうなってるんだろう。ソラたちがおばあちゃんになった時だけ、あと50年60年後、うん、消費税何パーになってると思う。今が8%。そう、プリキュア展やってる、みんな大阪で。あ、え、2人はプリキュアって2004年から始まったの。え、生まれた時、生まれて次の年。え、待って、アイス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 、え、すごい、みんなプリキュア展やってるよ大阪。え、やばいやばい、そらちゃんこれ、うん、え、これみんなの変身シーン、え、えぐー、すごい、うちの推しを探せ。やっぱ絵で全然違うね。かわいい。これどこで？ポルン、ポルン。どこで？終わっちゃった。大阪？大阪。みんな大阪でプリキュア店やってる。10% か消費税。行きたい。もう 30% ぐらいになってそうだな。そらがおばあちゃんになったら。そう、CD も値上がりしたね。送料もね。みんな今日の運勢やってる。あ、獅子座よい。お、大胆に行動すればいい結果に、ラッキー3だ。サソリ12だ。恋に対して消極的に、今は現状以上。え、昨日話したっけ。ラッキーからベージュ。ベージュ、なんかあげる、ベージュ。ベージュあげる。なんかベージュじゃない。1位天秤座だって。普通さ、12位の時ってさ、2個教えてもらえるやん。うん、1個しか教えてくれんかった。私の今日のラッキーからベージュ。スコークだったよ、しかも。うん。面白い。12だったんだけど、占い。しかもめっちゃポンポンって書いてたね。紹介。朝終わってさ、パッて見たら12位だった。あ、3位とかかなとか思って見たら12位だった。違うやつで見てみようや。違うさ、番組は。今何やってんの？これを今は、おはよう朝日ってやつを見ました。ないね。なさそう。なさそう。あ、これとかそうじゃない？あ、確かに目覚まし土曜日。あ、でもあと36分しかないな。終わるかな？終わってるかな？ちっちゃいの？あ、8時で終わっちゃう。終わってるわ、絶対。やっぱ目覚ましかな。確かに。目覚まし土曜日の占いの時間って何時ですか？占いはしご。悔しい、悔しい。こんな。悔しい。でもそっちでもさ、12位だったらさ、伊手座さっきいた気がするわ。ちょっと見てなかったね。私は家族のね、星座を見る。こういう時お父さんが獅子座。獅子座、そっち、うんうんうん、一緒だ。獅子座。お母さんが乙女座。12時よりか妹がお羊座。確かにね、8時25分くらい、8時25分くらいだって。あ、そうなん。うん、コメント欄によると。あ、ひょうじゃん、今日千穂さんテレビ出る。すごいよね。何時起きなんやろ。6時とかじゃない？だってリハーサルとかあるやろ。うん、うん、確かに。メイクもあるし、メイク1時間、ね、リハーサル1時間ぐらいって考えて2時間でしょ。いろいろ持って1時間あるとして3時間。うん、お父さん獅子座、8月生まれ。それ家族の分からんな。嘘。水亀座2月、ママが2月、パパ9月、
乙女座。お兄ちゃん、あ、パパそう乙女。お兄ちゃん双子座。双子。あ、収録らしい。あ、そうなの。そうなんだ。収録いつも生放送なのに。そうなの。収録なのか。そうなのか。おはよう。どうも。それはもう大変だもんね。うん。大変よ。今日も昼夜だし。そうだよ。しかもリハ昼夜よ。で明日もあるけんね。ほい。明日はどんな感じになることやら。そうな。あ、こんにちはした今。おいてして。うん？おいってここにいた今。ここに。あら。同部屋です。おはよう。今日のは生放送じゃない。よかった。今日配信見る人ありがとう。配信見てくれて。パパ天秤座。ガスで向かってます。気をつけて。天秤座なんだ9月末って。気をつけて。乙女じゃないんだ。まあそりゃそうか。パパ乙女じゃないもん。なるほど、ね。天秤座。かゆかゆ。今日の服はじゃーん、アイスブルーシール。今日昼から雨らしい。え、そうなんだと。まあ出歩くことないけん、別にけどみんなが大変だよ。ファンの皆様、昼から雨ってコメントが来たそうですので、あの傘など、傘替えの靴下など忘れないように。もう向かってるけど持ってないよって人は GU かユニクロに。ファミマにもあるよ。あ、ファミマ、ね、靴下、あ、傘もあるか、うん、コンビニ。気をつけてきてね。心配だよ。ちゃんと到着したら言うんだよ。シロワニ使いさんありがとう。好き。芋けんぴフラペチーノ。え、結局食べてないね。芋、芋系飲んでない。うん、飲んでない。なんか新しく始まったチョコレートのムースみたいなやつが、そっちゃんのお友達がスタバのね、そう、働いてる、スタバの店員さんだからね、美味しい、あったかい方がいいって言ったっけ。うん、あったかい方がいいんだって。でも人間はね、冷たいのよりあったかいの方が甘いって感じるらしい、うん、なんでそういう味覚の、うん、らしい。だからっていうのもあるって言ってたって。そうなんだ、うん、飲みたいね。今晴れてんの。どうだろう、窓開けてないや。夕方以降かな。だって公演が始まるぐらいじゃない、夜公演始まる前だから、ちょうど会場途中向かう時とか。気をつけてね。靴下履いてきてないって。私のやつあげようか。私も履いてきてないわ。でも、うん、バセキョサンダル。バセキョサンダル、聞いてほしい。サンダルがさ、サンダルちょっとさ、あのちょっとなんか靴の底見せるのも申し訳ないけど、サンダルがこの前気づいたら、私のサンダルなんですけど、伝わるかな、見てほしい。伝わるよ。パックリパックリパクパクしちゃってて。そんなことどうやってなったの？と思ったら両方だったんですよ。両方パックリパクパク。もう2年3年ぐらい履いてるからさ、パックリパクパクしてました。多分歩きすぎ問題です。サンダルがすごいことになってる。そう、びっくり。いや、確かに両方は逆に器用すぎんか。片方とかじゃなくて両方。そう、パックリ。2、3年同じの履き続ける。イエイ。もう分かるや。あれや、靴のかかとがなんか出てくる。なんかかかとの硬いやつめっちゃ痛くなる。ほいほい。しかも半年で出てくるからもう大変。すぐに買い替えないといけない。お疲れ様だね。歩き方、この席案内しといた。分かった、ありがとう。ツアーの前に朝マックがコメダのモーニング食べるか悩み中。どっちがいいと思う？せーの。
朝マックか米田だって。米田。朝マック。じゃあ両方ということで。朝マックも月見やってるよね多分。限定じゃない？コメダはいつでもあるじゃん。ドリンクってどうなんだろう、うん、季節限定とかあるのかな。コメダのプロじゃないよな。コメダあかりんさんじゃん、プロ、うん、あのみちさんもめっちゃ行ってるイメージ。おきまいさんめっちゃ行ってるイメージある、うん、メールとか月見っぱい。コメダの朝は2回3回しか行ったことない。しかも両方家族。コメダは席が混んでたら待つ可能性がある。マックはお持ち帰りできる。まあコメダもできるけど、そこが選ぶポイントかもしれませんね。もしかすると今日土曜日ですからね、人多そうだね。土曜日多いよ。土日こう、ね、おばあちゃんおじいちゃんもそうだし、家族連れもめっちゃ多かったイメージがある。やけんちょっと他の案もどうですか。どうですか。了解。リクロおじさん、パスもリクロおじさん食べたい。リクロおじさんをアイスとか乗っけたりして食べたいです。コメダのアイスクリームめっちゃバズってるよね。うん、矢倉風子さんのすごい溶けちゃうの、あれ、こうやって飲まんといけんよね、絶対最後。大変そうすぎる。あさら、わーん、あさラーメンとかしたいよ。胃袋がもう無理だ。私の今日の朝ごはんは梨とバナナでした。会場着いたらもう真っ先にケータリングに行こうと思っています。あるかな。エビブリオ。エビブリオ。今日夢の中でさ、エビブリオ美味しそう。夢の中でマックのエビのやつ食べてた私。エビブリオ。うん。どんなのだった。夢の中プリプリしてた。食べたことないのにさ、夢の中で食べてた。エビブリオ。知らんかった私。新しいやつはもう分かんないな。気になる。もうマクドとかマジで親しく行ってへん。おはよう。行きたい。行きたいよ。みんな行きたいよ。美味しいの？食べたいな。マックで一番好きなのは超オレオクッキーマックフルーリーみたいなやつ。ああ食べてたね。あれをよく食べます。超オレオの方ね、めっちゃ入ってるやつ。ハンバーガーはチキンクリスプが好きです。エビプリオ。みちさん食べてたの？みちさん、やんちゃんと、あの、なんちゃらやん、ハワイアン、ハワイアンも食べとった。朝うどん久しく行ってない。久しく朝うどん久しく、うん、親しくしたい。さっき親しくした。また私のもう言葉が滑舌の問題やもん絶対。マック？マクド食べたい。新大阪駅に2軒あります。知ってるよ。ポテトも好きだけど、この時間ポテトあげてないもんな。朝マックの時間はナゲットだもんね。違うよ。ナゲットじゃない、ハッシュポテト。びっくりした。頭の中だわね、形一緒やけど、うん、頭の中で消えたんだけど。おはよう。マクド、マクド。ダブチセット。夜のやつってさ、夜の大きいですよね。マック、夜マック。私は照り焼きマックバーガーしか勝たん。女性人気高いっていう。キングクリシップ。でも私も昔食べとった。100円。うん、100円の頃ね。だから友達とマクド行って、買って、あのフードコートの水、買ってもらって勉強しよった。食べながらとか。お金がないけど100円だったらマフィン大丈夫だって言って。マフィン。本町。うわ、今新大阪駅の朝月マックだって。うわうわっ、ははーんって、みんなが押し寄せてくるよ。このコメントした人に会いたくて、みんながわーって来るけ、気をつけて。ショールーム開いとる。握手したってね。サインも書いたってな。サービス精神よろしくね。
だってみんな新大阪駅で集まるかもしれん。かわいい。うちらも行こうや、紛れて。はい、ください。聞いてきました。おはよう。バリューセット。プラス、あ、安いチキンクリスプ。なるほどね。2個買われた。そらもパパがよくビッグマックセットとハンバーガー1つとかね、2個食べとったの。で、大人はなんで2個食べれるんだってめっちゃ思ってた。でもシンプルにソラハは胃袋が小さいからチキンクリスプと家族みんなのあのポテトを食べてた。いや、私 STU 入ってからビッグマック食べるのが夢すぎて、うん、一人で勇気出して事前に3日前とかから調べまくって、うん、スクショして楽しみに行って食べて、うん、楽しかった。ワクワクしてた。食べたことないビッグマック、なんか潰すんだよね。こう、うん、こうはっ、ってやったら食べやすいって言ってた。潰しちゃうの？わざわざ1枚1枚食べたけど、それはもったいないよ。逆にもったいないよ。なんかちょっと押したらその口のサイズ、切ってくれるん？そんなことまでしてくれるんですか、マックって。本当？でもマックってね、めっちゃ大変だし、そのパンもめっちゃ焼いてくださいとか、あまり焼かないでください、めっちゃオーダーが多いらしくて、ポテトの揚げたてにしてくださいとか。そう、友達の友達がマクドで働いてて、もうめっちゃ覚えることがいろんな、意外とカスタムとかあるらしくて。カスタムするん？そう、マックで、うん、これ、なんかめっちゃ大変って言った。なんかスマイルとかも揚げんといけんしね。そうやね、スマイルってあるもんね。うん、裏メニューって、そう、あるらしい。へえ。スタバの友達が言っとったから、そう、スタバでもやばいのにマクドでもやばいって相当すごい。みんな記憶力がすごい。すごいね。私も覚える自信ない、スタバとかね。頭混乱しそう。毎日いっぱい来るじゃん、スタバとかって。学生とか大量に来て、わあわあ。ポテト塩なしとかある？あるっていうよね。ピクルスはよく聞く。私はなしにしてもらってたな。ピクルス。パセのスマイル、作りスマイルの場合0円、本当のスマイルだったら108円で、どうでしょうか。なんで本当のスマイル、どうしたら本当のスマイルになるの？なんか笑わせてくれたら。逆に払ってもらうんだ。うちらが払わんといけんやろ。笑わせてくれてありがとう、つくりスマイル。震えとるよ、ハンの人が。ってなった。なんかつくりスマイル。よくアーシャで見るやつ。アーシャはね、アーシャも決められてるから。右の口角上げて、左上げて。だからそれは、うん、ハート汁瞬間は休憩タイムだから、カシャカシャカシャ、わかる、カシャカシャカシャ。でも一回ハートしたらね、前歯が出るんよ。だけどずっとこれで前歯が出る、それはベロ。ベロ出て。おはよう。そろそろ広島駅向かいます。気をつけてきてください。気をつけてきてください。気をつけて。おはよう。あは私今年5分です。早っ。めっちゃ早かったよ。早すぎ。それはマジで、アーシャ行く前に、撮る前に自撮った写真と撮った後に自撮った写真、5分くらいしか変わらなかった。マジで秒だった。そんなことある？まだ撮るよ。普通風が吹くから。ピュッ。そうだよ、風。だから、うん、風吹いたら、うん、加工で髪の毛は消せるからねって言われて、と思って。そうなの？うん、私消されてたもん。こんな写真ないと思ってた、うん、だから消されてるやつが使われてた。なんかこの、こうなってるやつか、どっちだったっけな、なんかとりあえずどっちかになってたの、うん、だからそれが消えてたの。すごくない？マジ？うん、ね、たまに髪の毛足されてる時あるけど。あ、そうなん。うん、私絶対減らされてる。
坊主減らされすぎじゃない？もうそれは原型求めもうないやん。うん、原型ない、とどめてない。あ、とどめてない、求めんとってすごいよね。髪の毛消せるからって言われて、消しゴムマジック消してやるのさ。なの、もしかして。でも髪の毛、すぎょ、どういうこと？でも全然違和感ないの。そうなの、うん、おはよう。でもね、してよはね、その外で撮ってるから、もう絶対多分みんな誰かしらってか、みんな一本は髪の毛されてると思う。うん、確かに。もう飛んでいってるから毎回、うん、メイクさんが本当にね、メイクさん大変そう。やっぱ海沿いで撮るので、やっぱこう、うん、潮風、うん、で髪がもうパヤパヤになるし、パサパサになっちゃうから。あと人普通に通るけ、すいません、すいません、どうぞどうぞ、すいません。で人によって背景変えるから、あの照明とかレフ板とかいろいろ移動させるといけんとか、うん、大変だ、めちゃくちゃ大変。毎年大変だ。ありがとう。おはよう。だんだん声のガサガサが落ち着いてきました。とてもよろしいこと。今回のアーシャ好き、嬉しい。私はね、3年目ぐらいのアーシャが一番好きです。私は去年のがっちゃん好き。一番鎖骨が出てるけん、うん、シュッとすっきり見えますね。ね、私は僕超えの衣装のやつが、花柄の衣装が一番可愛かった。わあ、前髪がいい感じだった。真正面からでいい感じだったんやね。あれかわいい、あれよかったんやけど、あれかわいい。他全部顔でけえ、でけでけえ、マジ。あ、筋肉痛だわ。ここ私はもう足がやばい。一昨日ぐらいから足がやばい。私も一昨日ぐらいから筋肉痛だけど、ここは気づかなかった。今こうやってやって気づいた。真正面、そう、真正面ね。真正面そう、僕が衣装のやつ、キラキラ、ありがとう。わあ。今より初期のがいいっていうメンバー、まあ、垢抜ける前だからじゃないかな、それは。みんなパセレモン、そうじゃん、見納めよ。ありふれた毎日は今の僕。お話か、確かにアーシャたくさん見るねいっぱい、もうアーシャの朝変えてたら分かるじゃない、途中で違う画像にしたら。若干目こうなってるやつとかに変えてもさ、みんな分かるんじゃない。いつまでもよ長いくまま、いっぱいお話し会待ってるね。おはよう。船に飾ってあったの、懐かしい。あれどこ行ったんだろう。今の公演の時に飾ってもらってるのかな。前まではさ、飾ってもらってたじゃないですか、ゲバントとかにも。確かに今もあるのかな。あれはない、もうアーシャ飾られてない、もしかして。壁掛けでも見てない、うん、みんなツイートで見てないから、やっぱなくなっちゃったのかな。ないか、毎回大変か。おはよう。おはようございます。イエイ。卒業するとき壁から外すの、どうなんだろう。いや、壁じゃなかったやつ、なんか。あ、そうなん、違う、どうなんだろう。事務所の壁ないよ、事務所の壁にね。うん、あ、エディオン、あ、違った、占いかと思ったの、違ったエディオンは、あれはね、エディオンさんが多分やってくださったやつなんだよね、うん、すごいよね。 STU 全メンバー無理だから、その日の公演に出てるメンバーのやつ飾っていただいてるんや。あ、確かにね、 AR、 確かにデジタルアーシャがこの前から始まりましたね。ね、デジタルすごいよね。すごい、最新、最先端、最先端副所、うん、おはよう。おはよう。みんな朝からありがとう。ありがとうおやすみ。おはよう。
こんばんは。こんにちは。Good morning. Good night. おはよう。おはよう。やばい、腰痛くなってきた。ね、大丈夫？ずっと前かがみだるけ。あの、ストレッチしな。じゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃ。ちゃ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 、まずはカフェラテを持ち上げて壁に寄りかかる運動。あちゃんどどうぞ。きつい。大丈夫、顎当たっちゃった。ごめん、前歯だったよ。前歯、え、前歯だったの？顎に当たっちゃった。顎じゃなかったの？水になってる氷が。おはよう。はあ、ストレッチしよう。ソロハ先生のストレッチタイム。じゃあいきます。はい、それではまずは首を、手を、右手を左耳にこうしてください。はい、右に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。回します。1、2、3、4、5、6、7。反対。1、2、3、4、5、6、7、8。各自手首、足首、ね、こうやってやると意味あるんかな、これって。何やろ、これは何やろ。え、そう、意味ないのにみんなこうやってね。あれなんだよね。うん、見よう見まねでこうやってなんかやろうとしてさ、ね、できなかったじゃん。毛量すごい。いや、本当にそうなんよ。回してる時大変やったよ。ストレッチ始まったけどもう終わった。これ良くないんだろうけど、骨バキバキ鳴らすよね。うん、でもめっちゃ痛い。わ、腰が。まずは背後に倒れて背筋の運動。怖い。え、そのまま頭打ちそうだったよ。ね、怖いことしないで。はい、わかりました。おはよう。そんな子じゃないよ。そんな子じゃないわ。おはよう。ストレッチマン知ってる？伸びる伸びる、ストップ。黄色いやつ。だから。何？何のテレビ？うん。Eテレ。ストレッチマン？うん。分かんないことは全部調べて。ストレッチマンじゃないの？え、知ってる。知ってるってよかった。6歳差感じなかったです。知ってる？うん、見たことあるよ。え、あ、いいよ。え、めっちゃ見たことある。うん、え、なんか いっぱいいる。黄色い人や、黄色い人。うん、でも見たことあるよ。え、この顔、え、こういう顔よくしてるよね、なんか。うん、めっちゃイメージ、もう印象的。知ってるって。表情まで知ってた、うん、この顔しか逆に見たことないレベルで、この表情だよね。さっきのやつ。おはよう。ピーマン体操はもうありちゃんさんの TikTok 見てください。マジで可愛いから。うん、可愛い。ちゃんと全身ピーマンになって、うん、可愛かった。ピーマン食べたらスーパーマン。ピーマン大好き。ありがとう。ハート。おはようございます。もうずっとマジ前かがみだから。ガンコちゃん。どんどんずずん。ガンコちゃん。どんどん。道徳の時間に。ガンコちゃん。見てたわ。わかる。え、でも道徳ってか、あれ何曜日だっけ？毎日やってる。やってんのか。うん、金曜日かなんかの朝の読書タイムの時にガンコちゃんの日があったよ。ガンコちゃんの日？うん。何それ？
ビデオあれ生じゃなかった、生っていうかあれか、頭に石のリボンをつけて、肩に葉っぱのポシェット下げて、かわいいよね、かんこちゃん、かんこちゃん、ありがとう、すすき、早くね、早く会いたい。昨日の楽屋のまひなさんのさ、呼んだがお風呂好きすぎて、え、そうだよ、なんかね、マネージャーさんかな、スタッフさんが、うん、谷口さんいますかみたいな話した時に、うん、みんながまひなさんとか、まひなさんって言ってたら呼んだお風呂好きじゃん、しかも声のトーン的にも、うん、なんか振り向き方的にも全部お風呂好きだった。お風呂好き今やってんのかな。お風呂好きやってるよ、この前ね、やってたよ。え、嘘、コッシーなんかあのステージだった、あ、目覚ましじゃんけん始まった、ってことはそろそろ占い来る、あ、音聞こえんかったからずっとじゃんけんって待っとったら勝ったわわからんかったから待っとったら勝った、すごい、あ、ワールドカップ占い来る、すごい、占い来るかな、占い来る、みんな、え、目覚ましじゃんけんやっとったら黒ギワギワだったかもしれんのだって、あれ、うわ、すごい、占いは、え、でもそろそろじゃない、だって終わるやろ、ほんと大丈夫、こっちはさん大丈夫、え、そうやん、ちょうさん、というは何する、おはよう、このままじゃあ見とったら今日はだからロケ収録ってことやから、うん、なんかで映るのか、おはよう、あれ占いなかった、この後かもしれない、20あと8分ある、はい、ねえ危ない、はい、ごめんなさい、ほら今もユニバです、ユニバです、ユニバ、あ、わ、わざです、ユニバです、多分ユニバのために仕事頑張ってるっていう感じですね、ちょっとわ、もうレミユニバ行きたい、キティちゃんのカチューシャする、ゆきりかがしてたやつ、かわいかった、いけます、いけます、私はユニバに連覇しよう、ちなみに明日は除外日です、あ、ちなみに今日も除外日でした、いけません、もともと行けんね、でも除外日だったらあれだよ、5000円でチケット買えるの、年パス見せればっていう特典、年パスの5000円で買えた気がする、5000円、明日なんでダメなの、日曜日だからかな、あのハロウィンが始まってちょっとした日曜日だから、ちょっとした日曜日、ちょっと経ってからの日曜日だから人多いんだと思う、人多い日はね除外日になりがち、そうかね、みんいればいいな、髪の毛伸びた、そうなの、除外日あるよ、年パスちゃん高い、5万円、4万円な、4万ぐらいのやつはないけど、除外、うーん、値段によって特典も全部違う、会社の旅行でユニバ行きますだって、え、会社の旅行で行くんですか、会社の人と、すごい、緊張やん、そんな緊張じゃん、楽しめる、一緒に並ぶんやろ、1時間ぐらい、緊張やん、そんな、すごいね、100分ぐらい並ぶ、でも相当仲いいところなんじゃない、じゃないと社員旅行とかせんくない、うん、確かに、もう本当にもう超素敵な会社なんやろ、でもさ、自分が入る前にさ、みんな仲良くなっとってもさ、入りづらいかも、受け入れてくれたらいいけど緊張しちゃう、うん、なんか出来上がった空間に入っていくのって難しくないですか、いや、いいね、ユニバ、それは時給は出ないってこと、社長と行きましただってそれはすごい信頼されてるってことだ、え、ある、本当に、え、占いある、もう終わったんじゃない、3回ぐらいあるけどさ、終わったん、え、ユニバいつでも行ける距離、うーん、私も行ける距離だったら、私年パス持ってるからマジで行きそう、フード出た瞬間行く、新しいグッズあるかな、ティム、おはよう、おはよう、フォローありがとう、おはよう、ティ
チェキ買い待ってるよ。チェキ買い1着コスプレ。コスプレ。そう、3枚あるからね。あ、始まったよ、みんな占いだよ。なんか占いなの ?1 位、いて座。あ、いて座すごいね。ラッキーパーソン、エクボがある人。続いて、パセ5位予想。あ、違った。4位、あ、獅子座、一緒だ。素敵な出会いがありそう。眺めのいいスポットやリゾート地の道。え、私さっきも4位だった。え、待って、これ待ってください。やめて、ダメ。ね、待ってください。やばいやばいやばい。いない ?8 位まで来た。やばいやばい。サソリ座、私。あ、サソリ?うん。待って、やばいよ、みんな。ね、また12位じゃないん?あ、ギリ。上がった、上がった。やだ、11位、サソリ座。冷やかな一言で、コーラが一歩下がって、ありそうすぎて。ヤギ座12位の方がもう一個教えてもらえるのにさ、一番悔しい。11なら12位だけ2個教えてもらっとる。ずるずる。4位だった。さっき違う番組で12位だったのに次11位上がったじゃん。違う番組で多分10位だよ。本当12個見といて。でも私が犠牲になれば誰かが12位にならずに済むよ。まあ左右されず、自分が1位の占いを見つけましょう。そうだね、そうだよ、いっぱい占いがあると思うから。おはよう。あ、もうあれじゃん、もうそろそろ土曜は何するか。千穂さん、千穂さん、え、見れるかな。おはよう。豚キムチ食べたくなった。12位の方と一緒に豚キムチ食べよう。ね、12位のラッキーアイテムが豚キムチです。え、マクドや。え、マクドの CM。 なんか変わった。あ、これプリプリエビプリオ。あー、あれか、ナゲットみたいなやつか。あいし、ハンバーガーかと思った。うん、なんか SNS で回ってきた。なんかインスタ系女子っぽい人が、うん、なんかツイートしてるやつ見てき、流れてきた。おはよう。はい、詰まった。土曜は何する？あ、この後だった。え、千穂さん、え、生じゃん。え、出てるやん。え、生だよね。あれ収録、土曜は何するって生放送じゃない。え、じゃなくても根本が生放送じゃないってこと？生放送のイメージ。え、生放送でしょ。え、千穂さんいた。え、生放送、前髪が今の千穂さんの前髪だった。収録の時もあるの？そうなの？あ、じゃあ収録ってこと？そうなんだ。え、ね、生のイメージが強い。千穂さん出てるテレビ。生放送だと思ったけど、生放送じゃないのか。さっき収録だよって教えてもらったけど、うん、で、あ、VTR に出るのかと思ったら、普通にあの席に座ってて、うん、スタジオにいた。うん、そう。なるほどね。スタジオでも収録あるんだ。で、生放送だよってコメント来てる、めっちゃ。え、どっち、どっちですか。みんなのコメントで左右されてるわ。合成、え、もしかしてホテルから。ホテルからやってる。グリーンバックの。おはようございます。おはよう、みんな朝からありがとう。あ、この前配信で言ってたらしい、収録してきたって。そうなんだ。へえ、ありがとう、ごめんね。そうなんだ。 STA はマックじゃなくてマクド呼び。うん、うん、私はマックです。マクドです。関西出身だからだと思います。そうなんですよ、私はマック派です。マクド、マックだって朝マックじゃん。うん、マックや。でもマクドナルドやね。どこにちっちゃいやつ入っと。マック。マクドナルド。マクドナルド。マクドや。マクド。朝マック。おはよう。よく言われる。朝マクドって言わんやんって言われる。ごめん。言わんよ。言わんけどマクドナルド。マクド。え、関西だけなのマクドっていうの。他の地方も言わんのかな。人による。人によるか、やっぱその家族によるよね。うん、生まれ育った環境の影響は大きい。生放送とかじゃない。かわいい、千代さん、千代さん、かわいい。千穂さん、大友カレンさんと共演してるやん。噂のお客様の、え、ニコ、え、ニコラ、
ニコプチセブンティーンか、セブンティーンだったっけな、めっちゃ見よった気がする。え、パソ見てた、前髪があった、ちょっとアカリンさんに見える。あ、確かにこの横顔アカリンさんっぽい。ドナルド派らしいわ。ドナルド派がいるの？マクドナルド？うん、ドナルド。ドナルド派。あ、何も喋ってんの聞こえるのが悔しいね。千葉さん喋ってますよ、今。男性が入っと声喋る聞こえたらね、落ちちゃうから喋る。バンバンバン。おはようみんな。マクド。今日の調子はどうですか？寒くなってきた。今日はどういう調子ですか？千代さんがめっちゃ叩いてる、かわいい。千代さん、千代さん、みんな、おはようございます。え、やばい、めっちゃ寒い。早く会いたいね。今日会える方よろしくお願いします。あ、千代さんソロで映ってる。千代さんって手動かしがちなんですよね。かわいい。くちゃさん、この手の時もやっぱ喋るイメージ。うんうん、かわいい。二人揃っとった。うそ、ほんま。上着持ってきてないよ。ラーメンな。ちおさん喋って、なんか多分こうやってやってた。かわいい。よいしょよいしょ。ちおさん歯がね、かわいいの、小さくてね、わかる。地方パパラーメンマン、あ、だからか、ラーメンマンってコメントめっちゃあって、どういうことって思ったら、ありがとう、教えてくれて。ラーメンマン、うん、まあ、宮沢さん、ね、23種クロワッサンって書いて、え、絶対に美味しい。23だって。え、すごいおしゃれなんだけど、テラス席。あ、足湯、足湯してる、素敵。あ、でもこれ横浜だって。あ、ありゃ、すごい都会だ。うん、おはよう。かわいい。くしゃみです。お昼のツアー待ってます。おはよう。気をつけてきてね、皆さん。会場、あの、新大阪駅から近いので、間に合うじゃない、迷ったりとかあまりしないかもしれないし、しっかり Google マップとか見ながら、うん、逆方向に行かないように注意だね。そうだよ。おはよう。気をつけてきてくださいね、みんな。来る方、今日来れない方はまた今度会いましょう。やっほー、ありがとう。みんな朝から見に来てくれて。9時に終わります、今日は。おはよう。新大阪駅の出口難しいよね。出口ね、わかるよ。いっぱいあるしね。なんか違うとこ、タクシー乗り場みたいなの出てる時あるからね。うん、タクシー乗り場に行きたいのか、何に、どこから出たいかによるもんね。うん、本当に難しいよね。すごい。あの、看板見てさ、見るのが一番いいね。みなとみらい、みなとみらい都会や。うん、赤漫画倉庫行きたい。うわー、ロープウェイすごい。このえ、これっていろんな人も一気に乗るのかな、2人1ペアずつなのかな、どうだろうか。わー、うわ、すっごい。2万、え、すごい。 K アリーナ横浜、神戸にもできるんよ。え、アリーナ、アリーナ、そうなの。神戸港のところにアリーナだったっけ、神戸アリーナだった気がする。そうなの。なんか足湯とかしたいね、冬。あ、冬はちょっとやだ、秋かな。ちょっと涼しいぐらいがいい。足湯、寒くなっちゃったらさ、あれだから、うん、おはようね。 STU はできる。え、今アイスのさ、買って、アイスの置物がバーベキューやって、昨日のね、昨日の配信が終わった後のマイカーのグループラインがすごくて、うん、各々が食べたい肉を言うっていう。しかも肉言うとる人少なかったよね。ユミニさん、ユッケーとか書いて、サンチューとか送って、うん、アイスプリンとか、うん、あの
うなちゃんがね可愛かったの、うん、ビビンバと白米って食ってきてね、うん、怖くなった出た出た本当にご飯とご飯いつも食べてる一緒ビビンバをおかずにしてご飯を食べるみたいなニコチが、うん、ってすごいよねもうなんかスポーツだそうアイカのグループラインは相変わらず元気いっぱい、うん、すごいですよ本当に元気いっぱい元気いっぱいですマイカーはねもういつの間にか始まったらみんながボンボン送るから、うん、通知がちょっと見れない間に、うん昨日はリコちゃんが急に肉の話から見てください最近買ったスタンプみたいな、うんうんうん、スタンプの紹介始まってユミリンさんが相手してた、うん、それねおはよう可愛かったよなんか、うん、なんて名前なんだろうこれ何ヤワメスタンプって手書き可愛いおはようこの前まで違うのにハマってたのにそらスタンプよりもお金をかけない お父さんがね鬼滅のスタンプ送ってくれたの私がめっちゃハマってる時、うん、なんだけど LINE いろいろあって買えんといけんくなって、うん、買えた時に消えたスタンプあん悲しい悲しかったそうなんだよねアカウント消すとさスタンプも消えちゃうからねだけど今パちゃんがねスタンプくれてるんですよ、うん、2個あさみみちゃんとあのワンちゃんなんかワンちゃんのやつ、うん2個くれてるんですけど、だからもう消さないようにしないといけない。うん。カフェ我慢したらいいよ。ダメ？ダメだって。スタンプはいい。それだったら。あの、自分で絵描いて、写真撮ってそれ送る。バリ手間かかる。かわいい。私はやろう、今から。私はスタンプ屋作るねかき氷さんありがとう好きでもあんまりスタンプ送らないスタンプさ3個ぐらい送ったらさいやそんな送らないけどもうすごいさこういうことでしょこういうの書いておはようみたいなそうこれを私の絵下手くそすぎるから理解できるか分かんない書いてみるうんいい？うん。みんなにあの、うん、幻滅されたら困る。これで、うん、これは1万人減ったら困る。確かにそれはそうや。これめっちゃ美味しそうな CM なんだけど。うん？ダメだよね食パンの CM って。食パンの CM って絶対にもういい焼き目、うん、プラス熱々だからバターとかマーガリンがもう溶けるよ。ほんじこみだ。フジパンほんじこみや。違うかな今。そう。今も変わらずか多分違うかなありがとうかき氷さん違うダメうわネオバタロールおはようございますやばい食べたみんなの朝ごはんは何ですか私は梨です私も梨トークサタルマありがとうあでも確かにファンの方同士でさあの番組とかのさあれスクショするよねテロップのうん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 ねテロップ便利だよねモーニング行けばほんとよかったよねモーニング行けばでも一人で行くのは寂しかったから行けなかった朝はなしだしかも土地勘が分からなさすぎてこの辺が確かにチャーハン食べただってうわお朝からがちょい、うん、チャーハンそらねパラパラチャーハン作るの得意だよほんとほんと3年4年5年6年作ってないけど無理やいや作れるよ本当に得意なの中学校の時部活終わって帰ってきてよく作ってた具材は具材は白ご飯と卵とウインナー、うん、ネギネギ家にあるもので作っとった、うん、油は油ごま油だよ、うん、サラダ油あんま好きじゃなかったんだよね、うん味噌汁いいなで誰か味噌を1パック買ってあのちょっとお裾分けしてほしい半分こいらんなでも最近さドレッシングとかさなんか味付けで味噌のやつがいっぱい出てくるからさワンチャン買ってもあり確かに味噌減塩にして減塩えチコが持ってるやつにして作るの、うん、何かああ一緒に作ってもらう減塩にしてって
また言われるって同棲してるのかとかって言われてないもん。ほんまにしてない。家賃おのおの払ってます。ちゃんと払ってる。ちゃんと払ってる。うわクロワッサン乗った。食べた、モーニングブッフェ。うわクロワッサン出てきたよ。23歳のクロワッサン。はあ美味しそう。え待って待って待って、キューブ型キューブ型。美味しそう。これ横浜すんぎょ。横浜なんダメやん、うん、ダメやん、何も食べれない。美味しそう。めっちゃある具材すごい。うん、モンブランやって。え名前長いよ。まあ、ロングラッサとなんだかとなんだかとなんとかなんとか。いやほら抹茶あんとなんちゃらこんちゃらこんちゃらこんちゃら。え美味しそう。え、これクイニーアマンじゃない。あパンオーショコラみたいなやつじゃない。この中にクロワッサン作れるよって人いますか。ハートありがとう、マキエさん。味噌食べたい。粗挽きソーセージとアスパラガス、ブロッコリー、チダーチーズを添えて。止まっちゃった。ちょっと美味しいやん。電波終わったよ、私。なんで？わからん、急に。ほら。あ、誰か電波盗んでますか？戻ったかな。電波盗まんとってほしい。な。戻った？あ、戻った。あ、よかった。電波がもう、おはよう。大変なことになっちゃった。確かに。パッ、七並べのコンサート、いや食べれるかな。横浜だけど食べれるかな。そうじゃん。でもすぐ帰ってきそうだな。行ってらっしゃいだ。なんか買って帰ってくるね、いっぱい。キャリーの半分お土産みたいな。え、20日やろ。うん、20日。だ、11月26日福岡。じゃあその時買ってくるね。11月26日、近っぱがある。あー、じゃあ交換しよっか。うん、交換交換会。じゃあ23日に交換しよう。中間で。なんで26日行ってないでしょ。中間でとか言って行ってないやん。びっくりした。何くれるん、逆に何くれるん。私が26に行って22日から中間で23にあげようって言ったら、私は、うん、私も何ももらえんやん。バカすぎる。何ももらえんやん。朝はパン派、ご飯派だけどパン食べたい。パン食べたい。ご飯派じゃ、それパン派か。それパン派だ。え、クロワッサン7個で3000円だったの。わお、はいよ。え、そう、チカッパみんな落選って言ってる。ごめんね、出演メンバーがすごいからかな。うん、まだ眉毛も描いてない。そうだよ、パちゃんにもらってばっかりなんですよ、そら。こっちこそ光熱費とか電気代とかね、うん、充電代とかよく知ってもらってて申し訳ない。冷蔵庫代も、うん、行ったでずっと炭酸水があるんですよ。炭酸水は許して。炭酸水、おはよう。おはよう。あ、そう、メガネ、メガネの家賃代。あ、メガネね。ラブ&ベリーの家賃代。あ、ラブ&ベリーのカード置きっぱなしだわ。そう、紙袋を割れ、うん、そう、わあ。メガネ、メガネ、メガネ。私は何も置いてないです。もうね、行ってない。この前行ったけど、それもなんか本当に30分ぐらいの滞在で、ばあちゃん家ね、行ってない。来たっけ。行ったじゃん、カフェラテ持って。なんか配達かな、なんかなんか待ってる間に行って、うん、行って部屋変わっとったもん。テレビ、机、ベッドになってた。うん、それ知らんくって久しぶりに言って。え、嘘。ほんま。あ、ソファーだったっけ。だからテレビがそこ、あ、テーブルがそこでなかったんや。あ、そうだったっけ。うん、テレビ、うん、あ、テレビ、机、ソファーの時だったから、なんか行ったことない部屋で、うん、びっくりした。そんな変わってない。ね、メガネまず4つあるのがすごいよね。わかる。あ、1個消えたん。1個壊れてんの。あ、壊れてるやつ置いてんの。うん、うん、汗だ。お家にある、うん、よ。
メガネしてるのにメガネ探したことありますか？なーい。あ、よくあるやつやね。ここにかけてる。ここにさ、視界に入ってくるじゃん、メガネってフレームが。あんまメガネしないでしょ。上にしてるんじゃない？あ、そういうことか。うん、やっぱさ、あんまメガネしないね。うんうんうん。空はもうメガネで。今日持ってきたけどね、つけてないわ、夜は。私はマジで24時間つけてるレベルでコンタクトだから。うん、目に悪そう。マジで目に悪い。多分目終わってると思う。眼球交換したい。ほんとね、これです。パセンのメガネケース2個。え、コンタクト疲れる。え、確かにコンタクト疲れるけど、メガネの自分があまりにもブサイクすぎるんですよね、普段よりも。普段も好きじゃないのにもっと好きじゃなくなるんですよ、パセンのメガネ。私は本当に目が悪すぎるので、近視と乱視が入ってるから、あので、プラスめっちゃ分厚いんですよ、メガネが。重いし、メガネすぐ落ちちゃうし、お風呂場でメガネつけたら水滴つくし、曇るしで、あの、うん、ほんまにメガネが嫌なんですよ。でも昔はよくメガネつけて配信してたんだけど、うん、めっちゃ目ちっちゃい。フレームが大きいからこそよりちっちゃい。あ、グッズで、確かに分なんかグッズはね、伊達メガネだからそういいんだけど、しかも私レンズ抜いてある。あれそうなんよ。しかも私目ね、近目だからマジでメガネ合わないんですよ。ここにあるともうめっちゃ目がもう近く見えるから、うん、私離れ目だからちょうどいいです。ありがて、余白が埋まって。パンダ、タガちゃん、コアラ、ありがとう、コバ。パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラ。高いレンズ使えばレンズ。でも私もメガネをね、3年前ぐらいに買ったけど、マジでつけてないの。矯正と一緒や。うん、矯正、え、でも聞いてください。矯正はちょっと行く決心がつきました。もう、ちゃんと電話して、あの、すいません。半年間やってません。もう本当にごめんなさい。喋ってる。でも、小指食べんとって、うん、もう一回ちゃんとしたいので、うん、見てくださいっていう本気で。じゃ本当にダメだなと思って。ただ前歯にプツ、前歯っていうか歯の全部にプツプツついてるさ、やばい人だと思われるから。なんか南さんは確か、南さんとひなさんが私よりちょっと前に始めとったよね、うん、でもちゃんとやってるお二方なんですけど、当たり前に歯並びめちゃくちゃ変わってきてるの。もう1年以上やってるから。スラハは本当だったら舞台から始めてたから、舞台後帰ってきて1年 半年、うん、1年6ヶ月経ってるのに何も変わってないんですよ、うん、本当にお金の無駄遣い、最悪。高いからね。でもちゃんと向こうの方は理解してくれてるから、アイドルっていうのを言ってるから、うん、だから行きたいと思います。私ももう一回矯正したい。まいちゃんもやってる。あずみもやってる。あずみめっちゃ綺麗になってる。あずみも綺麗になってる。だからちょっと本当に頑張る。そらはさん真面目だねって来てる。いや、やってないんですよ。やってないよね。やってないよ。やってないよ。矯正だけは本当に苦手で、裏矯正したいぐらい本当に一回取ったらもうダメなんですよ。しかもカフェラテ飲みたいからってなると、カフェラテ私長期期間と飲むんですよ。グッて飲めないから、例えば夕方に買ったら夜の24時までは飲んでるんですよ、うん、ってなるとダメだから、裏矯正したらよかった。痛いとし、歯の、うん、口の中傷つくけど痛い。口内炎がめっちゃできる。でも私多分カフェラテ飲む人は多分そっちの方がいい気がする。定期的に飲み物の人、あのゴムが着色するからダメなの。飲んだ多分良くないと。私もカレー食べないでくださいって言われてた。え、嘘。黄色くなるから。うん、ダメだよ。カフェラテ飲んでもいいようにカフェラテカラーにしてほしい。たなるよね、カラフルな矯正。うん、え、裏矯正だっても見えるんかな。あ、それは見えんか。うん、裏矯正だったらいい。表はね、表するほどじゃないって言われたんよ。ただ、かかの下の歯だけ描いたかったから。私は表でやった。だからずっとマスクしてた。うん、妹と一緒に始めようかな、もう一回。妹も矯正した方がいいらしい。なんかちっちゃい頃にしてた方がいいっていうよね、うん、何でもだけど顎、骨がね、うん、妹は顎が小さいんですよ。
昨日さ X で流れてきたけどさ、うん、2歳ぐらいまでなら指が生えてくるみたいな、指がウサギに噛まれた、なんかウサギに指噛まれたけど2歳までなら指が自然と生えてくるみたいなやつを昨日 X で見て、そんなことある、人間の力ってすごーってなった。え、怖っ、ね、うーんってことかな、徐々に生えてくるし、え、すごい、ね、え、でもさ、ここからなくなるじゃん、なウサギに食べられるとするじゃん、え、だから爪はどこから出てくるの、痛い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 よ、さっきパちゃんのテレビ映っとったよ、うん、さっきの、うん、誰、ほら後ろに映っとる、どれ、あ、パセ、うん、え、これパちゃんや、パちゃんや、モルモット、うん、カピバラをモルモットのパちゃん、私、うん、私モルモット、パちゃんは、うん、昨日言ってたのはウサギ、あ、違う、え、リスじゃないっけ、あ、リス、リスとアスアスパラカピバラじゃなくて、やめて、パセリからアスパラにするのやめて、なんだっけ、リスとカワウソの子供、うん、ばあちゃん、うーん、私お父さんとお母さんなんか、うん、こうチュンって感じ、小動物の、だっけ、リスと、リスとカワウソの子供、え、マジでカワウソ、絶対動物カワウソだと思う、空はよくウサギって言われる。なんかほんまに朝私も早起きしたけどさ、テンションがおかしいわ。マジで。えらい、うん。全然偉くないよ。え、今日すぐ寝た？うん？今日すぐ寝た？あれすぐ寝た。爆睡。私も喋れてた日本語。うん。喋れてた。うん。え、もう8時52分だよ、やばい、みんなが多分徐々に起き出す時間だよ、やっと確かにね、メンバーのみんなおはよう、多分やっとみんな起き出すかも、おはようメンバーみんな、朝6時半起き、ずっと聞いてたよショールーム、嘘、うん、何話したかも忘れちゃった、何話したかっていうと、なんか同じことを繰り返してた気がする、そうだよ、チェキパイのこと言ってたかも、今日は大阪でみたいな、うん、言ってた気がする、そうだよ、だからタイムスリップしたのかと思った寝ぼけて、そうだよ、おはよう、でもそろそろ終わりやな、今日はなんで早起き、昨日2時半とか、うん、ぐらいに寝落ちして、でパッて目が覚めたのが5時半だったんですよ、で、うん、配信とかお風呂に入れてなかったから、うん、お風呂に入らないとって思って、うん、でお風呂入って、なんか昨日、うん、眠くないからもうオールだとか言っとったのに、うんうんうん、一番に寝てた、マジでお風呂入るからねって言って、もう動く気力ないとか言って寝てた寝てるやん一番に何が寝れないだいや寝れ、なんか一回目起きたって言ったよ、うん、あれなんか座り出してんやつら、あん時ガチ目覚めてたの、うん、その後になんか分からんけど睡魔に逆にバーンって襲われて、バーンって寝てしまった、うん、おはよう、でもあるよね、そういう時寝れないと思ったら寝れたり、眠くても寝れなかったりした、でも今日の夜は寝れます、うん、明日が遅いんだわね、多分着付けとかでもそんな早くないよね、別にリハーサルとかもそんなないよね、確かに、パーセ早そうだ、確かにね、何時からなんだろう、分かんない、お昼だよねきっと、みんなも移動してきてくださる方もいらっしゃるだろうし、うん、確かにみんな気をつけてね、体は大丈夫です、私あんまりリラックス、ショートスリーパーでなんですよね、私はロングロングロングスリーパー、ショートスリーパー、すやすや、そういう感じだな、うん、離れ離れなんてやだよ、おう、うん、そうそう、そう一生やだよ、やだよって言ってました、思い出のほとんどは
一緒に作った、ね、覚えていけよ、いつか。だいたいこの STU メンバー全員やってるからさ、自分が卒業するときやりたいよね。そのときはどんな感じなんだろうな。お互いお姫語り合ったり、超笑いながら歌ってたらどうしよう。喧嘩してるんじゃない？あ、逆に喧嘩してバチバチ、喧嘩してんのにもうやめない歌うの？喧嘩してバチバチやけど、あの運営さんとかファンの方には喧嘩してること言えないから、逆に喧嘩してるの隠して、隠して歌ってるみたいな。うん、ちらでもしょっちゅう喧嘩するからな、マジで。絶対絶対今日喧嘩するよ。だって今日のパセのさ、目覚まし占いがなんか、あー、なんか本当はやめ、うん、死にましょうみたいな感じだったもんね、うん、今日喧嘩しそう。え、やめて、マジで明日会えないのにさ、喧嘩したら終わりだよ。ダメ、話し合いです。夜で、で離れて5分後ぐらいに返信返ってくるやつ、近くにいるのに。私は壊れてなります、ちっちゃくなります。そう、マジで話し合いするときは違う方向向いてます。しかもしかも私の対する質問に対しての返答が来ない。で毎回もう、あ、なんですよ、ごめんなさい、私が悪いですっていう、めっちゃ目減らみたいになる。そう、不機嫌なの。お母さんに言われたよ、何をそんなに喧嘩するのって言われたけん、空が全部悪いよって、まあそうやろなって言われたから。そんなことある、そんなことはないよ。いや、そんなことあるよ、私にも悪いとこある。え、違う、やりとり、 LINE でやりとりじゃなくて、例えばハセがこうこうこうなんじゃない、なんかこう質問来ました、どうなんですか、たら5分間も空いて沈黙、沈黙、お腹グーグーなったりしてんの。そうそう、でその後にあの言葉で返して、うん、だからこっちも何聞いたか覚えてないんだよね。そらも何言われてたっけってね、5分間ないで。何を言うか考えるのもあるけど、うん、なんかもうそんな分かんなくなっちゃうね、うん、多分おかしいんだよね、うん、時計が進んでるの。あ、よ、やばい、私のタブレットの充電がない。ああ、終わるか、もう9時や、うん、バイバイする、バイバイだ。今日の夜はないので次は24時間後以上です。また24時間後以上にこの配信で会いましょう。お腹すいたわ、お母さん、ありがとう。え、あるよ、ウインナー。え、そう、ウインナー、シャウエッセン、違う、おつまみソーセージだよ。何それ。え、知らへん、うん、肌色の、分からん、肌色。あ、ベージュ、んベージュ、あ、ベージュ、今日のラッキー。でもオレンジ、オレンジのなんかね、10本ぐらい入ってるとスーパーに売っとる。ね、なんだっけ、カルパスじゃなくて、え、じゃなくてソーセージ、おつまみソーセージじゃなくてオレンジ色のソーセージで、オレンジ色の、ね、名前はおつまみソーセージになってたけど、うん、スーパーでもあるの、10本ぐらい入ってるオレンジの。何これ、うん、あ、これそう、うん、あ、魚肉ソーセージ。え、魚肉じゃない、魚肉じゃない、魚じゃないの、魚じゃないの、ポークや、ほんとや、魚肉じゃないの。何これ、初見よ。ポールウィンナーかな、オレンジ色のやつ、10本ぐらい入ってるやつがあるの、そうなの。ごめんね、勝手に。あ、いいよ、全然。ポール、ポールウィンナーだっていうのを。男女読みましょうか。はい、どうぞ。あ、違う、から、うん、いきます。13位工場さん、12位福太郎さん、11位大吉さん、10位しんちゃんさん、9位浦部さん、8位おみかんさん、7位丸さん、7位6位山崎さん、5位トシさん、4位陣来さん、3位クワドリさん、2位ズノラゴさん、1位福ちゃん。ありがとうございます。男女読みます。13位斉藤さん、12位日立3号さん、11位村上さん、10位ミルククラウンさん、9位アスパラさん、8位ガイトさん、7位ヒロさん、6位バンジェラモンスターさん、5位エリさん、4位帝国さん、3位キズナさん、2位カマちゃんさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。今日は夜ができないということで、ちょっと長時間すぎる配信をしたんですけど、めっちゃあっという間だった。うん、早かった、楽しかった。みんなお話し会、チェキ会待ってます。
またメールに書きますね、詳細は。見てくれてありがとう。長時間ありがとうございました。今日は会場に来れない方が、多分落選祭りだったらしいので、会場に来れない方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんと生配信を今回はありますので、ファイナル、わお、わお、生配信、配信もデータチャンネルさんにて見てくださると嬉しいです。そして明日は広島にて打ち上げ祭、一部が2期生で、二部が1期生とドラフト3期生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイチャラポー。またねー。移動にする方おやすみちゅー。おやすみちゅー。楽しむぞー。おみちゅ。バイバイ。